トース派運航における、ノローナ1997年ロゴスホープは、OM 参加のドイツの選挙団体であるグーテビューヒャー、フュアーレが保有する、大型船である。1973年に、スウェーデンの丸目とドイツのトラフェミュンデを結ぶフェリー、グスタブバザとして建造され、後に、フェロー諸島へのフェリー、ノローナとして運航された後に、GBA が購入した。 チリの海岸で座礁したロゴス、当選と大体で引退したロゴスに2009年にシンガポールに売却されたドゥロスに続き GBA が保有する4隻目の船である。5年以上の期間をかけて完全に改装された。乗組員、スタッフは約45カ国から集まったボランティアで GBA に所属し2年間船上で生活する。 一般的に2週間寄港し、世界各地の港から港へと1年中続けて、航海する。GBA のウェブサイトで、寄港地が示されている。洋上書店として、自動書、専門書など、約50万冊の本を積む。各寄港地では本を販売するほか、イベントなどを実施している。1973年に、スウェーデンの丸目とドイツのトラフェミュンでを結ぶカーフェリー。 グスタブ・バサとして就航し、10年間運航された。1983年4月に、フェロー諸島のフェリー会社であるスマラルライン社に、売却され、ノローナと解消された。毎年夏には、フェロー諸島の中心都市トースハウンから、シェトランド諸島のラーウィック、ノルウェーのベルゲン、デンマークのハンストホルム、アイスランドのセージスフィオルズルに運航し、冬には、 他社のオーバーホールの日程をカバーするため貸し出された。スマラルライン社が2003年に新しいノローナを導入すると、この古い船はノローナ市となり、売りに出された。審議、点検、祈りの後、現在の所有者である GBA が2004年3月に購入した。ありがとうございます。